おすすめ。次。本当に反省してるんですか？本当に反省したんだけど、ずっと私の香水はイヴ・サンローランのリブレオーデブランでやってなきゃいけない、あの理由もないと思うし、いつまで経ってもこうやってこうやってなってても、いや結局さ、なんか切り取りじゃん全部。向こう側の人たちが見る、なんだろう、芸能人の人だったりとかの生活だったり、 SNS で発信してることだったりとかって、結局切り取りの部分を、本当にごく一部の部分を見て、パッと見で言ってると思うの。ああでもないこうでもないね。でもそれでも その反対もあって、その切り取りだけを見て好きっていう人もいれば嫌いっていう人もいるわけじゃん。それはもうしょうがない。だって好きな人見れば嫌いな人いるなんて、そんな自分みんな一緒じゃん。だけど本当に反省してるかどうか聞かれたら、本当に反省したから、あの謝罪を自分でもできたと思うし、本当に反省しなきゃいけない部分反省できてなかったら、あの動画は撮れてない。これがもうシンプルイズザアンサー、シンプルアンサー。